はい、34回、早くランタン。ちょっと、ランタン行こう。もう灯油がね、漏れちゃってて消えちゃったんで、34回、早くランタンですね。今日、3月の8日です。始めさせてもらいます。トピックスがね、今日10個。うん、本当はね、10、もっとあったんですけど、もうまとめる時間がなくて、もうただでさえ、今、夜なんで、もう9時40分ですか、過ぎました。で、明日もね、なんだ、早番なんだよな、新しい仕事。で、7時半からなんですけど、まあ5時ぐらいに起きないといけないんでね、今日も早くもう、あとイオンに最後寄って買い物して、食べて、寝て、多分1時、2時じゃないですか、そんで5時半に起きるんで、5時とかに。明日も昼間眠いですね。で、立ち仕事なんてね、腰痛いです、今も。大変です。まあそれはいいにして、トピックス。はい。まあいろいろありました。ちょっとさっきまでまとめてたんですけど。まず、まあこれ何回か出てますね。ライフ&マネーっていうのかな。そこが出してる数字で、年収、日本のね、年収1000万以上の人って約 5% しかいないと。年収2000万以上になると、0.5% しかいないっていう、まあただそれだけの話です。で、うん、まあ年収高い業界、まあ、やっぱり電気、ガス、水道とかのね、公共的な会社は年収比較的高いですね。で、あと金融保険、私もここいたことあるんですけど、まあ、保険は高いですね。で、銀行もね、都市銀なんかは高いと思いますけど、平均。今苦しいですから、地方銀行とか。地方の信用金庫とかね、まあ、信用金庫の女性とお付き合いしたことあるんですけど、その人給料全部教えてくれましたけどね、安かったですよ。はい、当時10年15年ぐらい前かな。うん。で、あと高いって言ったら情報通信ですね。ここのまあ社員ですよ。ただこれどの業界でもね、保険もそうですけど、まあ、銀行もそうですけど、今正社員じゃないと給料高くないですから、ほとんど派遣とかね、非正規雇用ですか、してますから、電気が水道なんかもそうですよね。うん。正社員なんて少ないですよね。そこの本当に学生上がって最初に就職してずっと続けてる人は給料高いと思います。で、私なんかはこの年収1000万とかもう全然で、まあ、この後出てくると思いますけど、パートですから非正規で。うん、こうなるとね、もう年齢もね、年齢ですから49ですから。高い給与を求めるとしたら自分で何かやるしかないですよね。それかもう少ないお金を大きく増やす投資、うん、ここにかけるというか、これもなかなか今私やってますけど難しいですよ。となるともう半分覚悟は、うん、まあ時給例えば900円とか1000円でも楽しめる心の在り方っていうのを求めるしかないと思います。でも私はね、お金そんなもう使わないんで、使いたいとか思いますよ。スマホこれあればかなりいろんなことできるんで、この今の YouTube もそうですけど、まあそっち関係でね、いくらでも楽しみ増やしていけると思うんで、これウクライナみたいになったらね、そんなことも言ってられないですから。日本の国はね、もう岸田さんでしたっけ今総理、じゃあ無理だよな。本当にね、国防力入れてほしいですよ。まあいいや。2番、これ FNN からですね。元 CIA 職員、プーチンは暗殺を恐れていると。今雲隠れ説が出てる。まあ確かにそうですよ。これ世界中は、まあ露骨には言えないですけど、この発言して、この元国会議員とか、今のは CIA 職員みたいですけど、暗殺賞金首みたいにしてね、Facebook とか Twitter とか、なんかアカウント削除された人いるみたいですけど、いやいやいや、これはこれしかないでしょ、プーチンの首取るしか。うん。でロシアでデモあってもね、昨日あたりも出てたけど3500人とか出てましたね、拘束されたのが。ロシア当局にデモして、戦争反対デモして、これ中国と一緒ですからね、ほとんど。いやいや、本当にもうそれが一番手っ取り早いし確実ですよ、この戦争を終わらせるのに。はい。あと次3番、コロナ融資の倒産、融資後ですか。うん、今コロナでね、もうCOVID-19 ですか。2019年か、19 2000
ですね、の年末に中国から始まったんですよ、武漢でね。で、2020年、2021年、2022年、今3年目ですか。なんです、その間に、まあ、いろいろ経済対策で、いわゆるゼロゼロ融資ですよね。無担保、無保証で、いろんなところに国が、救援措置みたいなのやってたんですけど、もうここに来て力尽きて諦めて、うん、最近無理だなっていうことで、倒産する企業が、この1年半で200件って出てますけど、これが多いのか少ないのか、私は少ないと思う。どの規模のね、会社のこと言ってるのか分かんないですけど、まあ、最近ぼちぼち出てきましたと。ぽつりぽつりと。うん。そりゃそうですよ。結局ね、無担保無保証でお金貸すって言っても、貸してるだけですから、もらえるわけじゃないですから、いつか返さなきゃならないんで。これただね、生きてるだけでもお金って人間かかりますから、返せないですよ。うん、もう万歳した方がいいですよね、そうなると。ということです。コロナ融資後の倒産が増えてきてますよと。あと4番、時事ドットコムから。ネット中傷ですね。ネット中傷を抑止する、まあ、ために、侮辱罪、厳罰化が決まりましたよと。うん。で、厳罰化って言っても、もう本当生ぬるいんですよね。ネット中傷を抑止っていうことで、これもっと厳しくするべきと私は思うんですけど、うん。まあ、新しい法律だと、ネット中傷の場合、インターネットですね、インターネットの中傷の場合、1年以下の懲役、または30万以下の罰金ということで、1年以下の懲役ですから、30万以下の罰金ですから、これね、内容にもよると思うんですけど、ね、やられた方は、こんなもんでは納得いかないですよね。うん、まあ、自殺とか追い込まれた人の家族とかでは、こんな刑罰では、本当に納得いかないと思いますよ。はい。で、5番。CNN の方からで、ゼレンスキー大統領、引き続きキエフに留まるということで、これね、アメリカとか、まあ、イギリスとかからの、まあ、ね、ゼレンスキー大統領に、要は国外脱出して、安全なところに身を置いた方がいいよと、いうふうに言われてるんだけど、いや、立派ですね、キエフに留まるっていうことでね、やっぱり、自国内出ずに、首都で、自分が指揮を取るっていうね、この覚悟も立派だと思いますけど、まあ、おそらく私、うん、ゼレンスキーさんの命は先短いと思います。ミサイル撃ち込むだけなんですから、場所がはっきりすれば、ロシアもできるんじゃないかな、もう位置、うん、もう特定してると思いますよ。今3月8日でしょ？おそらく3月中に、ほんと国外脱出しなかったら、ゼレンスキー大統領。多分3月中には殺されちゃいますよね。うん。そうなったら、まあ副首相とか、いるんでしょうけど、やっぱりね、国全体の士気っていうの、あとウクライナ軍の士気も下がるでしょうし、まあロシアは有利に傾きますよね。プーチンはそういうこと平気ですから。っていうか、まあもう戦争してるんですから、まあ敵軍の頭取るのはね、全然普通のことですからね。まあ私としては逃げてほしいのが半分。うん。国に留まって陣頭指揮取って徹底抗戦してほしいのが半分、複雑ですね。で、6番、NHK でからですね。うん、スリランカ人女性のはウィシュマさんですね。ウィシュマサンダマリさん33歳が名古屋入管ですね。名古屋の入国管理局で、まあ適切な医療を提供されずに亡くなってしまったということで、損害賠償を求めて提訴したという話。これ、まあ、1年が経ったということで、もうこの亡くなった時に大騒ぎしましたね。で、その後もずっとね、いろいろ騒いでますけども、これはね、私もちらっといろいろ
途中経過いろいろ報道がありましたから見てましたけど、これはどうかと思いますよ。もともとその入国管理局で、ね、保護したっていうのかな、拘束したときに何らかの違法行為があったから拘束してるんであって、さらにこのウィシュマさんっていうのは確か薬物かなんかやってたんじゃないかな、若干おかしめな、方だったと思います。それで入国管理局なんか何人も保護してるわけですから、拘束してるわけですから、それは何十人何百人何千人と毎年いたらですよ、亡くなる方もいますよ。でもともとドラッグ中毒だったとかね、いう人もたくさんいるわけで、普通にしたって死ぬわけですから、普通の人は突然死っていうのはありますからね。そう、俺は適切な医療を受けられなかったから死んだんだって1億何千万求めて提訴してるみたいですけど、全国の各都市でなんかデモしてるみたいですね。おかしいと思うな、これはおかしいと思いますよ。拘置所で人が亡くなったぐらい適切だったかどうかなんていうのは、これが本当個々人、によっても違うし、ちゃんと3度の飯与えて布団と暖房とつけてれば十分だと思いますよ。医療を与えられなかったって、私らだって医療受けられないんだから、高いのなんて、これ左翼連中こんなことにばっかり力を注いで何をやってんのって話ですよね。今みたいなで、プーチン批判とか中国共産党批判なんかまるでしないですから、本当にね、どうかしてます、私に言わせると。はい、この問題はね、私はこのウィシュマさんとかその取り巻きでやってることはあんまり心よく思えないです。はい、で7番、はい、これ変なニュースっていうか、あれですね、なんか週刊女性あれですけど、東京板橋区のアパートで管理買収ってことで逮捕されたのが、竹原由紀乃っていう女性33歳無職と、竹原、これと結婚してる竹原由紀被告、容疑者29歳、これが夫婦ね。竹原由紀の33歳と竹原由紀29歳がどうもアパート暮らししてたぞ。でそこでなんかこの由紀の容疑者がなんか SNS かなんかで知り合った A 子さん26歳、この人 A 子さん子供も一人いたらしいんですけど、子供連れて行くとこないならうちに来ないなんて言われて行って、住み出してからこの夫婦からですね、売春強要されて約2年の間に600回売春強要されたという不可思議な事件ですね。で子供なんかもちょっと虐待なんか受けてたんじゃないですか、この夫婦から。でほぼ洗脳状態にあったみたいな感じで、結局 A 子さんが警察に駆け込んで発覚したみたいですけども、で600回だって、おそらく1000万ぐらい売り上げあったと思うんですけど、そのうち、1日 A 子さんもらってたのは 食事代の1000円ぐらいだったということで、こういうね、なんか不思議なのがありますよね、ニュースで。今もう隣の人が何やってるかとか、隣の人と会ったことないとかね、アパートとかマンションとか集合住宅だったら特にそういうことあります。うちなんか、普通の一軒家並ぶ団地ですけど、団地でももう隣の人が何やってるか、何の仕事して朝何時に出て帰り何時に帰ってきてとか分かんないですからね。もっと言うと誰が住んでるかも分かんない、お互い無関心で、で地域コミュニティでも完全に崩れてますから、もう子供がね、虐待されて死んで床に埋められたって言っても気づかないですよね。でさらにこの SNS とか、今もうネット社会で新聞とかテレビなんか見ない人たくさんいるんで、情報がね、ほんと限られてると思います。私なんかネットでいろんなの見るしね、ラジオとかテレビもちょこっとは見ますんで、社会情勢とか詳しい方だと思いますけど、うちの奥さんとか子供なんかはほんと好きなのしか見ないですよね。ドラマとか、アニメとか、関心のあることしか見ないと、ほんとね、狼は優しいんだとかねそんな感覚のね、お花畑じゃん出てくるんで、
やっぱりこういう変な事件ってたくさん起きてくると思うし、もう起きてると思うし、まあこれ全部ね、自治体のせいとかね、役所がしっかりしてとか言うのも酷だけど、やっぱり役所が出張っていくしかないですよね、こういうのを見つけるには、異変気づくには。はい、まあ、この A 子さんが警察に駆け込んでよかったと思います。うん、それぐらいの常識はあったんでしょうね。で8番スポニチアネックスから、あのウクライナ、あ、これまあ 今のウクライナ情勢をパッとまとめてる記事でした。うん、でウクライナ情勢、まあ、まずウクライナの人口4300万人ですよと、約60万平方キロメートル、まあ、1.6 倍ぐらい日本の、はい、広さが結構広いです。でヨーロッパの穀倉地帯で、まあ、特産品というかね、あの輸出品は小麦とかトウモロコシとか、あと鉄鋼業とか盛んみたいですね。あと IT なんかもそこそこ進んでるみたいです。で、うん、まあ、歴史遡るとこの、まあ、ベラルーシっていうね、今ロシアとベラルーシ仲良しでほとんど一緒に、戦争してるような状況。ベラルーシってあんまり大きな国ではないんですけど、まあ、歴史遡ると、まあ、9世紀から13世紀頃、キエフ大公国っていうのが、まあ、このウクライナとかロシアとベラルーシまたがって大きな国があったっていうのが、これ近縁というかね、だったみたいです。でウクライナ、ソ連邦解体後、まあ、15ぐらいにソ連が分かれたんですけど、その時からまあ混乱続いて、それこそ親ロシア派と親欧米派で分かれて、あとクリミアとかですねもあるんで、まあ、内戦気味というかだったのが、まあ、2004年、親欧米派、まあ、オレンジ革命っていうのが起きて、親欧米派の方が政権取ったと。でその後2010年ですね、親ロ派が今度政権取って、でその親ロ派の政権が倒れる2014年に、まあ、親ロ派の政権が倒れるっていうことで崩壊した時に、ロシアこれはいかんと、ロシア派の政権が倒れたということで、ロシアが力づくでクリミアだけを併合したっていう形で、まあ、Nスペもちょこっと見ましたけど、まあ、ソ連邦解体してから、まあ、国土広いですから、まあ、ロシアも喋る人も多いだろうし、宗教もほとんどね、ロシア正教とかもいるでしょうし、多いでしょうし、うん、親ロ派の地域と親西側、ヨーロッパもいるでしょうしということで、内戦気味にもなってごたごたはしてたんですよね。なんでロシアからしたら、あの NATO が東に拡大してきてちょっと困るっていうことで、もう今回力づくで、なんなら今が最後のぐらいの感じじゃないですか。ロシアも人口は減ってるし、さ、これで産業はないし、ヨーロッパの没落以前に没落してってるし、まあね、プーチンになってから見てるとやっぱね、強いロシアというか帝国の復活というか目論んでるのは確かですから。ただ今のロシア、韓国以下の GDP でクリミアに正面切って戦争を仕掛けて核で脅しつつ、いや、まあ、ロシアにとってもプラスなことはないと思いますよ、おそらく。もちろん世界にとってもいいことないですし、誰にとってもいいことはないですね。はい、で9番、今19分ですか、第34回、はい、楽観ウェブ、これ、うん、からですね、まあなんてことない、楽観ウェブ、なんか韓国系のニュースやるところですね。韓国の東海岸で山火事が起きてますよっていうのと、あとこれ3月6日、同じくね3月6日で熊本県の大観峰っていうのかな、わかんないです。で、野焼きから、まあ、火災になったっていうことで、火災が多いですよね、うん、最近。で、私もね、この野焼き、この韓国のもなんか、野焼きかなんかだと思うんですよ。で野焼きで、今年ね、多いですね、火事、うん、火災。もう乾燥してる季節ももう終わりつつあるんですけど、火災多かったですね、ニュースとか見てると。で、野焼きから広がったっていうのもかなりありました。で、野焼きといえばね、私、この廃屋の管理してるじゃないですか。で、周りとかね、夏草ぼうぼうになって、それ買って、その草を買った草とか、ちっちゃい木とかね、枝とか、それの管理がね、もう大変なんですよ。それで私も焼いて、燃え広がった経験とかあります。この今のここ
で2回ぐらいかな指導を受けましたね。この村っていうか、市町村の、自治体のなんだ、うん、消防署っていうのかな、消防署の人からも1回注意されて、あと、村の消防団みたいな、地域の消防団みたいな人からも1回注意されて、ただこれ管理するときにね、もう出た草とかをどうするんだっていう大問題がありますから、なんかさっきからまた変な音するんだな、怖いな、うん、まあいいや、こうほんと真っ暗でね、怖いんですよ、音とかすると。動物なのか誰か住んでるのかって、住んではいないと思うんですけど、はい、はい、ここの廃屋でその2回注意指導されてます、火災。いや、危ない目もね、あってます。で、ここより私ね、もう1箇所ね、今自宅から車で10分ぐらいかな、5分10分ぐらいで着くとこ、坪数で150坪ぐらいの使えない土地があるんですが、荒れ地が、そこも私管理してるんですけど、ひまわりとか植えて、そこがまたね、管理が大変、草ぼうぼうで、それ買って、もう燃やすしかないんです、運べないですから、大量で、毎年毎年。で、ほっとけばいいじゃないかっていう話なんですけど、ほっといても腐るまで時間かかるしね、虫湧くしってことで、やっぱり焼くのが一番早いんですよ。で、焼いて、やっぱり白い煙出て、そこのね、私管理してる荒れ地のとこはね、2階どこじゃないな、3階、4階ぐらいはね、通報されるんですよね、そこ車通り多くて。通報されて警察飛んできて、消防は1階、2階かな、来たの、注意されて。警察がよく来ますね。何回も注意されてるけど、やりたくないですよ、そりゃ。でもやっぱり焼くのが一番なんですね、うん、運ぶって言ったって普通じゃ運べない量ですから、1回や2回じゃということです。この火災、私は個人的にね、気になる野焼きはね、これ、うん、これからもっと厳しくなると思うんだけど、やるなって言われても土地管理してる人から言わせるとね、やらずにはいられないんですね、はい。で、最後10番、うん、早いっす、今22分か。厳冬者ゴールドオンラインということで、日本人の半数が年収300万以下ですよと、私です、はい。で、預かれ、そう、ニュースとか見てるとね、もう預けるお金もないのにね、資産形成しろ資産形成しろって言われるんですけど、もう貯蓄なんかに回せないのに資産形成するってどういうことみたいなね、そんな無茶言うなって話っていうのは、厳冬者ゴールドラインに書いてました。で、これに関しては昔は金利が高かったから、まあ、例えば100万円置いてても何年後には200万とか300万とかいけたんですよ。 6% とか 7% 8% とか毎年金につけば、複利で回していけばね、10年後20年後大きく増えたんですけど、今それできないですから。高度成長期終わってもう世界的にデフレですよ。今ようやくアメリカ緩和さ、金融緩和で金利、長期金利それでも 2% いってないですからね。ですけど世界的に金利低いんで、やっぱりね、世界は私だけじゃないですよ。もう本当にみんな物価は上がるし、手取りは下がるし、金利はつかないしということで、格差拡大してると、うん、いうことで、まあ私ね、年収低いのはそれほどもう悲観してないですよ。仕方ないというか、まあこの YouTube うまくいってもしかしたら儲けられるかもしれない今チャンネル登録たった一人ですけど、かもしれないですけど、もう趣味で楽しく、あとなるべくお金使わないように、かからないように、でお金かからない楽しみっていうのたくさんありますから、それでもう明るくやっていくしかないですよね、はい。もう金持ちは、まあ私 FX とか株とかもやってますけど、もちろん増やしたいですけど、そうそう簡単ではないですよ、はい。ということです。今24分、うん、今日はもっとあったんですけど、時間はやっぱりね、2連休ないとね、なかなか YouTube の撮影できないですね。今年ずっと、まあ、休みの日数多いんですけど、こもりしてたり、あと、今の仕事もやっぱりまだ慣れないんで、疲れちゃって寝ちゃうんですね、翌日も昼間。あと、買い物したりね、確定申告行かなきゃならないし、あと、母さんの方の面倒、今、特養入れてますけど、あと、その荒れ地とここの管理。ほとんど手つかずですけど、しなきゃなんないし、
YouTube なかなかきつくなってきました。でも今日は無理やり時間作って2本で終わりましたけど、あと1個なんか、もうネタないんですけど、まとめたのは喋ってもいいかな、やっぱ喋んないかな、っていうことです。はい、そんなとこです。なんかもうこっちも消えちゃいました。ランタン2個消えた。これ漏れてんだよな、灯油が。もうどうでもいいけど漏れちゃってね、灯油注いでもね漏れちゃうんですよ、消えちゃうんですよね。もう中国製こんなに漏れるかい、これも漏れてるからついてる、私のせいかこれ、なんかあるのか蓋みたいなの。まあまあまあ、ということです。じゃ あのまたなるべく3月ね、なかなかできないと思いますけど無理して撮ると思うんで、ちょっと変わった趣向をお持ちの方、たまたまこれ映っちゃってる方がね、チャンネル登録とかお願いします。ありがとうございます。